小聖王は、白木の第39代の王であり、聖は金、意味名は、春。父は、第38代元聖王の元大使であった、金一志剣。母は、各官の金慎、術の娘の宿邸夫人。王妃は、ダイヤの金宿命の娘の慶過夫人。三国式白木本に、明羅王記の文中には、小聖王という表記も見られる。 三国式白木本義においても、元聖王期と、明田聖王期とでは、小聖王の即位前の略歴について異なった事情を伝えており、系統の異なる資料が存在したものと見られている。799年3月に、官僚養成機関である国学の学生のための、六遊として、青い収納拠点をあてがった。これは、白木の下代の特色である、 律令制度と貴族連合体制の制度とを融合したものの、現れと見られている。在位2年にして800年6月に死去し、明生と送りなされた。王領については未詳。党の特宗からは開府義堂三子兼業大位、白木王に作法されるところであったが、殺意の父子が白木入りする前に、小戦王が死去したため、殺意の父子は引き上げたという。 三国維持王歴では、王妃は、朝屋名皇の娘の経過王皇とする。祝明と、朝屋明とは同音。井上役中 1980p352、中20井上役中 1980p352、中21、旧当初 211, 白木殿、上元16年、受春開復義道三子、健康退位、白木王。霊子風浪中。 剣魚死中、進む異端自殺殺命、単位たる衆、文都市卒、その声強立、小胆管。ありがとうございます。